菅政権の下での初の国政選挙となった三つの選挙ですべて野党が議席を獲得したことで菅総理大臣は政権運営の立て直しを迫られています北海道などで昨日行われた三つの選挙ではいずれも野党側が議席を獲得し自民党は不先輩も含めて全敗となりました国民の皆さんの審判を謙虚に 受け止め、正すべき点はましっかり正していきたい。今回の選挙結果について、与党幹部からは政権運営に影響は避けられないとの見方が出ています。一方で総理周辺からは新型コロナの新規感染者数がどれだけ減るかの方が政権運営にとって重要だとの声も上がっています。厳しい審判を受けた菅総理は政権運営の立て直しを迫られています。